タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回紹介するのは仮面の世界マスカーワールド TB04 発光台座セット仮面ライダーエグゼイド編です。ついに開けちゃいます。エグゼイドはやっぱりね、オープニングからしてね、目の下のところがね、光るんですよね。そこがね、バッチリ再現されてるんじゃないかなと思ってるんで、期待しちゃってます。はい、さあではね、仮面ライダーエグゼイド編の発光台座セット開封していきます。やっぱりね、仮面ライダーはね、僕の永遠のヒーローだからね。バイク事故にあった時はね、ほんと大変だったよな。大変だったよ。ガイムアマゾンズ編と比べるとマスクの数は多くなってます。2つ多くなってます。はい、ですがサイズ的にはね、こちら箱のサイズはね、一緒ですね、前回とね。はい、では出します。出すぜ、イエーイ。うおー、きた、きたぜ、きたぜ。かっこいいね。仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル2、そして仮面ライダーポッピーときめきクライシスゲーマーレベル X、 仮面ライダーパラドックスパズルゲーマーレベル50、仮面ライダーパラドックスファイターゲーマーレベル50となってます。いやー、いいね。うわ、すごいカラフル。さあ、うわー、すげー、後ろがすごい、後ろが、前も後ろもすごい。うわ、すごい、かっこいい。そうでしょ。マジで。これはポッピーの頭につけるハートで、こっちスナイプにつける髪の毛みたいなやつですね。ちょっと丁寧に開けますよ。なんかやばそう、やばそう。これね、後ろもすごいよね。あ、後ろ、あ、こう、あ、こうなっちゃうよね。こうなっちゃうね。はいはいはい。なんかすごいことになっちゃった。すごいことになっちゃったよ。なんかぐっちゃぐちゃになっちゃった。まあ、いっか。こんな時もあるさ。そうだよ、そうだよ。まずは、スナイプ。シューティングゲーマーです。レベル2。すごいね。はい。かっこよさがにじみ出てる。もう本当に、この、マスカーワールドの通常弾では発売できないレベルの造形ですね。本当に。こちら、スナイプのね、目の前に取り付ける髪ができました。かっこいいね。このテカリ具合もいいよね。深いね、造形が本当に。細かい造形が本当にメカニカルですよね、やっぱり。ここにね、銃口ですよね。銃口があるんですよね。ヘッドギアみたいな感じですよね。かっちょええな、これ、本当。すげえ。あ、ポッピーもね、いいね。はい、バイザー部分がね、ちゃんとハートっぽくなってますね。で、髪の毛はボブヘアかな。で、真ん中の中央部分にはハートマークついてます。赤い目ですね。スナイプも赤い目ですね。きたー、パズルゲーマー、かっけえ。いいね、黄色い複眼です。でね、ここに後ろは見るとほんとすごいんですよ。こう顔の部分が反転するんですよね。反転してマスクがリバーシブル仕様ってことでね。はい、すごいですね。再現度がすごい。ほんといいね、いいね。かっこいい。いいよ、横。うわー、すげえ。このテカリ具合がね、赤のテカリ具合がすごいですね。目の部分ないとなんかすごいかっこいいね。目の部分ないとかっこいい。失礼だけど、エグゼイドにね。でも正直、これバイザーだけでも結構かっこいい。サングラスみたいな感じで。こちら、ファイターゲーマー、レベル50。トゲトゲしい感じがエグゼイドの、やっぱり髪型モチーフって感じなんですよね。なんかこちら裏面ね。かっこいいね。なんか袋みたいな感じだよね。はい、というわけで、こちら、マスクを台座にセットしました。マスカーワールド3のラインナップを並べてみました。こちらがね、エグゼイドのライダーと、そしてドライブですね。こちら、すべて光らしてみます。こちらはね、後で取り付けますんでね。ちょっと待ちを。はい。というわけで、いきます。はい、すべて光らせました。イエーイ、すごい。あ、でもね、これ、ちょっと思ったけど、あれだね、ブレイブ、エグゼイド、ちょっと、
頭光っちゃってますね。頭光っちゃってる。これはね、蛍光灯まで消しちゃったんで、こういう形になっちゃったのかなと思いましたけど、見ていきましょうか。ドライブタイプスピード、かっこいいね、すごいね光ってるね。はい、光の具合がちょっとやっぱね、色の薄いところもねまだ光っちゃうんで、そこが惜しいですよね。そしてはい、こちらエグゼイト、いいね、すごいっすわ。はい、ブレイブさん、これよりバグスター切除手術を開始する。言えてないね。はい、これよりバグスター切除手術を開始する。余計言えてないね。はいかっこいいね。あのここがね光っちゃってんだよね、このね頭のところが光ってるんだよね。頭まで光っちゃってるから、ちょっとねそこは惜しいなってところですよね。ナイフですよ。すごいね、このゴーストってのは気にしないよね。すごいです、光っております。ゲームさんです。私は神だ、神壇クロトと呼べ、私の才能に驚くがいい、ハハハハ。すごいっすよ、かっこいい。はい、さあ電気をつけます。さあ、はい、というわけでね、はい、一通り、はい、光らせました。はい、そしてこちらのマスクたちも光らせたいと思いますんでね。はい、いきます、せーの。はい、というわけでね、はい、新規造形のマスクたち4点をね、はい、並べてみました。はい、すごいですね。はい、ではこちらから見ていきましょう。はい、ちょっとここに塗装ハゲがあるんだよな、ちょっと気になるな、ここの塗装ハゲがね、気になっちゃうね。まあ自分もハゲてるから、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 よしとしようか。そしてね、こちらはね、はいはい、裏面ですね、裏面、はい、光らせます。おお、かっこいい。エグゼイドのライダーって目の造形が全部違うんですね、それぞれね。はい、そしてこちらなんかタートルネックみたいなの着てる感じですよねそんな感じ。はい、いいね、かっこいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、光らせます。ドン、おお、かっこいいね。こうなんかね、多分ね、真っ暗闇にした時に多分ね、これはねうまくいくと思うんですよ。結構頭の部分光んないで済むと思うし、あ、でもここの銀色の部分がちょっと怪しいかなと思うんです。で、こちらこんな感じで、こんな感じで、はい、いい感じですね。もうゴツゴツした感じがすごいね、いいよね。なんか武装アーマーって感じですよね。はい、武装兵器ライダーって感じですね。はい、光らせます。ドゥーン、おお、やっぱかっこいいね。そしてポッピー、ここはね、髪の毛部分はボブヘアですね。姫カットとも言うのかな、姫カットかな。段差がついてますね。そしてカチューシャしてます。カチューシャ光らせます。てん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 、おー、いいね、最高、マスカーワールド最高。じゃあ暗闇にしてみます。いきます、お見せしよう、せーの、開いた、すごい、かっこいいね。でもここのね、ポッピーが問題ですね。ポッピーやっぱり色が薄いからね、色が薄いところはちょっとね、意外とやっぱね、下の口のところまで光っちゃってるっていうね、そういう問題を抱えてますね。やっぱりこういうマスカーワールドシリーズの発光ダイドはあれかな、あの暗闇で光らせない方がいいのかもしれないですね。暗闇で光らせると差が歴然としちゃうマスクが多いですね。では電気をつけます。はい、というわけで仮面の世界マスカーワールド発光ダイドセット TB04 エグゼイド編でした。はい、いかがでしたでしょうか。すごかったね、やっぱね、光らせないとね、マスクはね生きてこないですよね。やっぱ光らせることでね、魅力をねさらに引き出しますよね。はい、マスクコレクション系、マスカーワールド系はね、はい、
そうですね、はい、そんな感じで、はい、ですがね、やっぱ複眼部分だけではなく全体が光ってしまうというそういう問題を抱えているマスクたちもあることは事実ですね。というわけで次回はマスカーワールド5の動画かもしれませんね。次回もお楽しみに。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。